やっぱこういう単純作業私には合わないな。ソウルサンド集め出して3分で飽きちゃったよ。ここは私とナーさんで集めておくので、ナナモンさんは自由にしてていいですよ。それは主催者としてどうなのよ。まあいいや、お言葉に甘えて出口塞いで帰ったろ。あれ、確かこの辺に出口ありませんでしたっけ。なんで出口なくなってるの。よしよし、まだバレてないな。ぶっちってバカめ、出口はすぐそこにあるというのに。確かこの辺にあったはずだけど。よー、そう、ごめん、というか間の開け方上手くなったな、どこの芸人だよ。51日目になりました、おやすみなさい。さて今日の効果は何だろうなっと。上に上げると病気になる的な感じですね。何今日お星様見れないの。一体。とまず海底神殿に行く準備は整いました。実はメトさんが見つけたところの神殿ちょっと厄介なので今日にでも行こうって思ってたのですが。まあ上向けないの不便だし明日でもいっか。それ明日もやらないやつだろ今動け。そうですよ、減るものじゃないし気楽に行きましょう。いや日数が減ってる野郎が今すぐ動かねえともったいねえだろ。いやいやそんな急ぐから何事もうまくいかないんでしょう。なんだ普段からうまくいってなくてかわいそうだなこいつみてえな言い方。こんな人の声に耳傾けちゃダメですからね、ナナモンさん。なんだお前らは私の中の天使と悪魔か。さてこの時間暇だな、どうしよう。あ、ナナモンさん今からソウルサンド集めに願い行きませんか。確かにソウルサンドあれば海底神殿攻略も楽になりますね。よっしゃ一挙地獄に行きますか。トリマお前は地獄に行ってる間にさっさと治っとけ。ということでナーさんと私とリアンさんの3人で地獄へやってきました。何気に本格的なネザー探索久しぶりなのでちょっと怖いです。大丈夫よ、何かあったらナナモンさんが盾になってくれるからね。そんなこと一言も言ってないけどナーさん守れるならまあいっかな。ナナモンさん俺は金払って失せろ。空中浮遊ができるスケルトンがまだ生き残ってたので反対側から進むことに。ここでの浮遊スケルトンは厄介ですからね。まったくですよ。というかほんと見れば見るほど後ろ姿大阪のおばちゃんですよね。せっかくの可愛さが残念ですよ。まったく誰が愉快なババアですか。そこまで言ってねえだろ、動画こっち見るんじゃねえ。その後ソウルサンドをたくさんゲットして無事拠点まで帰ってこれましたと思ったら何やら釣り大会が開かれてました。おいおら命張ってる時に何してんだ。最近メトさんと仲良しになったので釣りに誘ってみました。うん、仲良くなることはいいですよね。これ100日生活なの知ってます。あとは治療した村人を地下に移動させて51日目は終わりましたとさ。52日目になりました。私たちを焼け殺すつもりですか。何ですかこれ、どうなってんですか。ちょ誰か水を持ってきて。スタッフ誰が勝手に交渉官しろっつった。これランダムに周りが燃えるってことですかね。いやどうなんでしょう、さすがに何かしらの制限はあるはずだけど。見てみてこれ、炎を自由自在に操れますよ。何それかっこよ。テトさんいつの間にそんな能力を身につけたの。いやこれ炎の範囲が決まってるからこうなるんですよ。うわほんとだ、何これ楽しい。これうまく使えば最強になれちゃうんじゃない。敵近づいてきてもこのバリアで倒せますしね。この効果メリットしかなくない。熱、これ走ると自分のバリアで自爆するわ、気をつけろ。早速デメリット見つかったな。せっかくのこの効果を有効活用したいので今から全員で海底神殿に向かうことになりました。どう考えても今日行くべきではないんですけどね。いいじゃん、全員でモブもやしながらストレス発散しよう。熱、バッキャローソーシャルぐらい守れよ。何その新手のソーシャルディスタンス。それじゃ全員ソーシャル守りながら出発、なるべく近すぎず離れすぎずね。熱、また行って海底神殿で会いましょう。絶対海底神殿着く前に何人か灰になってるでしょ。灰だけに入ってね。後ろちゃんとついてきてます。大丈夫、目印辿っていけばすぐ着きます。こちら最終列の手と、皆さんどこですか。前に行った湖がある方向だぞ。ダメだわかんねえ、みんなどこにいるんだよ。森が燃えてる方です。オーケーわかりました。まあなんて便利な目印なんでしょう。てか私たち森燃やしながら突っ切るの自然の天敵すぎません。まさに歩く大災害ですね。たった数百マス歩くだけでも普段の数倍移動に時間かかってます。見ろ、モブがゴミのようだ。あれメトさんとリアンさんは。あかん、もうすでにバラバラに。せめてここにいる人たちは離れないで一緒に行きましょうね。いや別に一人で寂しいとかじゃなくてみんなで動いた方が楽しいかなって。ほら休み時間に JK も一緒にトイレ行かないって誘うでしょ、あんな感じ。みんなどこ？仲間とはぐれて53日目を迎えました。どうやら今日は足が速くなるみたいですね。うわはっきゃ気持ち悪。さて私だけでも頑張ってつかないとな。現段階での状況をまとめるとですね、まずすでに海底神殿の近くにメトクマとリアンさんが待機。私が海底神殿に向かってる最中、そしておじじさんとナーさんは神殿に向かう途中で灰になり、ライチさんは行方不明、テトさんはワールドそのものから消え、コンパートは姿現しませんでした。みんななんでだよ。なんでいつも私を一人にするのよ。ただ私はみんなと一緒にいたいだけなのに。もうこんな世界消えてしまえばいい。ミトさん変われ。勝手に殺さないでいただけます。いやライキさんだけでも無事に会えてよかったですよ。もう一生俺のそばから離さねえから。何きしょいこと言ってんですか。きしょいですよ。でこっちくんなライキさん。ライキさんどこ？
いろいろありましたが、なんとか海底神殿付近まで来れました。確かこの辺りにメトクマトリアンさんがいるはずですけども、村人派、いやうわぁ、早すぎて勢力かないです。ナナモンさん助けて。落ち着けライチさん、とにかく家の方に向かって走るんだ。ライチャーン。あ、ナナモンさん遅かったですね。久々にリアンさん見た気がしますよ。あ、ベッド置いたからリスチ固定しときな。お、気が利くじゃん。ナイスナイス。ベッドに避けられてるって話します。お前が避けてるんだよな。ひとまず視察で海底神殿近くまで来ましたが、確かにメトさんが言ってた通り氷の下にあって厄介ですね。これうっとびっくりした。なんだてめえやろってのか。よかろう、こちとら毎日生物兵器を手なずけとんじゃて加減しねえぞ。さあ始まりました、超速いナナモン VS 超速いクリーパー。この勝負で本物の超速いがわかると言っても過言ではありません。さあ果たしてナナモンさんが勝つのか、またまたクリーパーが爆発するのか。飽きた。何の時間だったんだよ。ちょっとこのままじゃ拉致が開かないので、セーブポイントに壁を作って遠くに行かないようにして明日まで待ちます。さすがにこのままじゃ動画的にもまずい。よしよし、こんなところでしょうか。テトさん以外のメンバーも集まったので、これで明日神殿に行きましょう。明日の効果次第にもよりますよね。もうここまで来たんですから、海に触れるとマイクラ落ちる的な効果が来ない限り行きますからね。私たちの安全より動画映え優先ですか。むしろ苦しむ姿見せた方が動画映えになるでしょ。苦しめが、はっはっは。誰かクリスマスプレゼントに人の心を送ってあげてください。メリー苦しみます。54日目になりました。おい、なんだおめえスケルトンの存在意義消してんじゃねえ。うっわ、こんな朝なのに弓付きゾンビ大量発生してますよ。基本この効果で出現するモブは朝昼問わずスポーンするらしいですね。行った。さっきからなんだ。やだ、何この小さい狙撃手、かわいい。ガッタポーゼな。でも海底神殿攻略日照きたさないから、もう行っちゃいましょう。これ氷を開けるまでが大変ですね。氷壊しても寒さでまた凍っちゃうし、どうしましょうかね。行きます。開けたら全員で侵入してそのまま攻略しちゃった方がいいかもですね。待って、誰か生き埋めにされてね。いやだー、大変だ。ゾンビさんとで呼吸してるので心配しなくて大丈夫ですよ。あれ、私の話聞いてますか。もしもしあ、壊れた。メタクマが氷壊してくれたおかげで侵入口ができました。よし、お前ら一気に乗り込むぞ。了解、おじじ行きます。なあちゃんも行きます。よし、私も行くぜ。なあさんおじじだー。というわけでユーダーガーディアン戦開始です。敵の数は3体、それに対し私たちは6人。ここは数の暴力でささっと攻略しちゃいましょう。あら、どうもー。うわ、最悪だ。よりによって私とぶち当たるなんて。ちょっと誰か応援に来れます？なんでだよ、1対1体弱いから剣振り回せば1人でも勝てるだろ。だって剣持ってきてないんだもん。え？何しに来たん？ほら、駆けつけてやったぞ、行くぞ。やだ、今日のメトさんの背中たくましく見える。私も負けずにキッケルで応戦するよ。オッケー、1体目撃破。悪いことは言わんから今すぐ剣作ってこい。こちら生物兵器班2体目と遭遇しました。応援お願いします。了解、全員直ちに生物兵器と合流するぞ。待っててください、ボス。今行きます。倒せたのでもう大丈夫です。はい、総員撤収お疲れした。あの人がいればもう大丈夫ですね。打ち上げにカラオケでも行きましょうか。なんで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 。てかカラオケ行くなら私も誘ってよ、寂しいじゃん。え、まだ俺残ってるんだけど。ラスト1体がどこにもいないんですよね。海底神殿自体久々だから構図とかも全然わかんないし困ったな。あ、ラスト1機発見しました。エルダーガーディアン長逃げて。はい、無事倒しましたよ。間に合わなかったか。あれ、もしかしてもう攻略終わりました。んなバカな、どうせ裏ボスなんかが隠れてるんでし。攻略完了しました。あって、海底神殿ってこんな楽勝だったっけか。ソウルサンドがチートでしたね。まあ倒せたなら結果オーライ。そうですね、テトさんの無念晴らせてよかったです。死んでねえけどな。55日目になりまし、待って、死にそう。いやー、クリーパージョッキーは聞いてないって。みんないつまでも潜ってないで早く地上に出てきて死んじゃう。たすバカ野郎。さて帰りましょう。帰りはいつものように私が先に死んでポータル前にて待機。メンバーの準備ができたらいつものポータル部屋に移動して、もう一度ポータルに触れることで全員一斉に帰宅できます。まあなんて便利アイテムなんでしょ。いやー、あとは拠点を復旧して今回はここまで。そういえば皆さん総集編は見ていただけましたか。また今回も EO さんにサムネ書いていただいたので、ぜひ暇な時にでも見てくれると嬉しいよ。それじゃあここまで、次回もまた見てね。